こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は FFRK レポート第79回ということで、解説、感想、お話ししていきたいなと思います。はい、ということで、まあ今回ね、79回ということで4月なんですよね。で、例年通りであれば4月の FFRK レポートはちょっと内容が薄めで、ゴールデンウィーク直前スペシャル生放送みたいな、そんな感じのが予定されてたんですよね。で、その生放送が終わった後でどさっとね、その生放送で発表された内容だったりが FFRK レポート特別号として、まあ公式サイトに乗っかるみたいな、そんな感じの流れだったんですよ、例年通りであれば。ただし今回は例年通りとはいきませんでした。これはね、かなり残念なお知らせなんですけど、今月今までずっとあった生放送がなくなりました。これはね、本当に、ね、残念なことで、これまあなんで生放送なくしたんだろうなっていう、まあ邪推をすると大人としてちょっと考えてみると、その生放送をするためにいろいろなね、準備だったり、それからまあ予算、お金が必要だったりね、当然ながらその出演者の方はね、あの開発のスタッフ陣だけではなく、まあいろいろなね、そのまあ外部からの力を受けないと、まあ、できないとかね、そういった事情もあるでしょう。 MC 陣のギャラとか竹さんとかね、高橋愛さんのギャラとかね、まあ、そういったものも必要になってくるし、まああと諸々の準備とかまああったりするんでしょうけど、生放送がなのでありません今回。まあだからいよいよなんだろうな、まあ僕は結構前にですね、あの FFRK のサービス終了時期についてっていうね、あの動画をアップしたりとかもしましたよね。 FFRK の今後についてっていうね、パート1とパート2をアップしましたが、まああの内容で語った通りですね、まあゆっくりとこの FFRK もサービス終了に向かってまあ歩みを進めているんじゃないかなという矢先で、まあ本当にね、この生放送もまあなくなってしまったということで、ますますこれがあの動画の信憑性が高まってきたんじゃないかなというところで、そうなんですよね。もう予算も、まあ生放送に使う予算も多分なくなったんじゃないかなとか、やらなくてもいいんじゃないかっていう声が上がったのかっていうことなんでしょう。まあ非常になので残念。で、あと、まあここから一応ゴールデンウィーク特別イベントの開催情報っていうところも、まあ載ってはいるんですけど、正直言い方が悪いかもしれませんけど、これただの焼き増しなんだよね。いつもの恒例イベントの。昔の FFRK で言えば、まあツイートもさっきしたんですけど、あの、なんだっけ、ゴールドルの館とかさ、ゴールドフェスみたいなイベントがあったんだよね。昔ね、あの、ルーレット回して特定のアイテムゲットするとかさ、そういった遊び心みたいのが、まああったと思うんですけど、もう最近はただのコピペイベントだよね。コピー&ペーストした、ただの焼き増しイベントの繰り返しと。いうことで、まあ、この辺に、余力というか、ね、力を割くことももうやめてしまったんだなと。このまんまサービス終了まで、きっとこのままでしょう。黄金の祝宴、ゴールデンギフトダンジョン、それからゴールデンウィーク装備召喚。これ、まあ、いつも通りでも無料100連だよね。あと、ゴールデンウィーク福袋装備召喚。まあ、これも、ちょっと前からかな。2年ぐらい前ぐらいから、ゴールデンウィークのね、この福袋もやるようになったような感じ。去年かな？去年だか、2年前ぐらいからか。まあ、今年も開催予定ということですが、まあ、正直焼き増し感が拭えませんね。はい、まあいいや、これぐらいでちょっと愚痴っぽいのはやめましょう。はい、ということで、重要なのは、まあ、いつも通りのイベント内容なんですけど、福袋装備召喚ね、これの話をね、したかったんですが、これに関しては年末年始の福袋とほぼ同じような内容になってるんです。で、松福袋に関しては33連のガチャプラス新扇付き装備をランダムで1つゲット、それから選べる D 角が1つ、選べるシンクロ、選べる LBOF、 これが各1つずつゲットできるということになっているので、まあ例えばですね、そのドリームセレクションでシンクロ選びました、 LBOF1 つ選びましたみたいな人であれば、普通のドリセレを回すよりこっちの方がお得になるので、言ってる意味わかるかな。33連ってことなんで、まあこれが約9900ジェムぐらい、
9000ジェムぐらいか、9000ジェムぐらい使うことになると思うんですけど、まあこれに関してはシンクロ、そもそもドリセルでいつもシンクロ取ってますよって人、 LBOF 取ってますよって人であれば、この福袋、松福袋を引いた方がおまけで信用儀が一つで、さらに選べる D 角までくっついてくるっていうことになってくるので、非常にお得な内容になっております。ただもう装備が揃っているよと、もう、最高難易度までクリダンまで全部クリアしてきてますって人であれば、このほとんどもうシンクロとか LBOF とかもう持っちゃってると思うんだよね、手持ちで、手持ちで揃っちゃってると思うんで、そうなってくるとちょっと高め、割高感が出てきてしまうので、 D 角選べる D 角一つのために9000ジェムかってなってきてしまうので、この松福袋あくまでこの4つね、信用儀もちょっと欲しいで、 D 角はもちろん欲しい、だとシンクロと LBOF もまあ何か欲しいなと、まあ、今回このラインナップがまだどんな内容になってるか分かんないけど、このラインナップの中でちょっと魅力的なシンクロがあるぞと思ってる方であればかなりお得、普通のドリセル回すではお得な内容になってくるので、まあ、回すのは全然ありかなという感じ。まあ無課金の方で基本もう関係ない話になっちゃってるんだけどね。はい。で、あと竹とかに関してはまあいつも通りか、選べる信用儀、選べる覚醒、選べるリミットチェーン、うん、チェーンってことはね。はい。で、あとランダムでシンクロ等がもらえるというような内容です。で、あと梅福袋に関しては回復系のね、超絶必殺付き装備がランダムの一つ、戦技からランダムで、さらに選べる装備からシンクロ奥義または覚醒奥義を一つ選べるということになっているので、これ普通のドリセルよりこっちの方が圧倒的にお得なので、ドリセルで例えばヒーラー揃えたいなと思ってる方はこれは間違いなくこっちを回した方がいいと思いますので、これはね、あのヒーラー不足、それからシリーズダンジョンこれから攻略していきたいよって人はヒーラーのシンクロとか必殺技絶対腐んないから、クリダンまでずっとね、あの最後まで使える性能なので、ここでゲットしておくっていうのは非常にありだと思う。これは全然松福袋よりもこっち回した方が将来性もあるし、うん、絶対いいと思いますので、シリーズダンジョン、絶務、まあカルティアダンジョンか、絶務だったりハリウだったり、それからクリダンもやりたいよって考えてる方はこれはおすすめしたい。ただもうラインナップのね、シリーズの半分以上のもうヒーラーの装備揃っちゃってるよみたいな人はちょっと被りが怖くて引きにくいかもしれませんが、まあそれでも選べるシンクロもしくは覚醒がね、ドリセルと全く同じ価格で引けるっていう時点でドリセルより圧倒的にお得なので、うん、あの選べるシンクロまたは覚醒でね、目ぼしいものがあればこっち回しても全然いいんじゃないかなとは思ってます。はい。ね、それからゴールデンウィークワンダーピックアップ装備召喚、まあワンダーも結構頻度が高いよね。2ヶ月に1回ぐらいやってない？これ相当頻度高い気がするんだけど、これの内容としてはワンダーピックアップ装備召喚873ジェム、またこれも無課金の方あんま関係ないんだけど、3連レア装備召喚、ピックアップされた英雄のシンクロまたは覚醒が1個確定で出てくれるというような内容になっております。で、こちらの装備召喚に関しては各シリーズごとに分かれているので、期間中各1回で、実行できる。これがまあラインナップ見て単純に装備が全く揃ってないシリーズであればかなりうまい。これも僕なんかのシリーズ前回回したんだけど結構うまいよねこれ。まあ本当にさっき言ったさ、あの福袋とも重なってくるんですけど、シリーズダンジョンこれから攻略を考えてる人で、例えば極端な話、自分がその好みじゃない全然思い出のないシリーズって手持ち超薄いと思うんですよ。特に11とか FF1 とかね、2とか結構薄くなりがちなシリーズだと思うので、こういったところを利用してゲットしていく。でシンクロなり覚醒1個あるだけでも全然難易度変わってくるからね、絶務とかハリウとかだとね、うん、だいぶ変わってくるんで、まあ、こういったところを本当にね、あのうまいこと使ってほしいなと思います。はい。で、あとゴールデンウィークドリーム装備、ドリームセレクション装備召喚です。これが5月の3日、まあ来月ですけどね、まあ約1ヶ月後に開催なのでまだまだ期間はありますが、まあ、これもねいつも通り実装されます。はい。ただ今回も D 角入ってません。多分 D 角が入るのはおそらく夏頃だと思うんだよね。7月8月ぐらいのドリセレでようやく D 選べる D 角初実装みたいな感じになると思うので、まあまださすがに入んないよね D 角ね。多分僕の予想が正しければ8月頃、夏かな、まあ、夏頃におそらく来るでしょうという、まあ、目論見ではある。はい。またゴールデンウィークログインボーナス等も開催されます。ここからイベント、普通の通常イベントのお話になってきますが、4月の8日
今週末からだね、歴史上訓練施設、まあこれまた、まあ言い方悪いけどただの焼き増しイベントでしかないんですけど、まあこれ周回してね、ぜひね、いろいろな結晶、特に結晶筋だね、結晶筋集めて攻略の役に立てましょう。新規勢の方とか結構結晶筋集めるの厳しいと思うからね、こういったところを利用するのがベストだよね。はい、それからドクターモグからの宿題ということで、こちら FF6 シリーズになってくるので、多分6絶務がおそらく宿題として出されると思う。フリーズドラゴンだっけ。まあただ今もうチェインでね、敵のストップとかそういったものを防げるようになっちゃってるから、だいぶ難易度下がりますね今回で。あとまあこの後ね、アップデート情報でも出てくるんですけど、絶務とかカルディアダンジョンと、あと星6魔石の敵の強さの緩和、まあ要するに下方修正だよね、敵が弱くなるよっていうこともアップデートで予定されているんで、だいぶこのドクターモグからの宿題等もやりやすくなるんじゃないかなというところで、はい、またそれね、ちょっと本当に実際どれぐらい難易度が変わったかっていうところは、また機会があれば攻略動画等もやってみたいなと思います。はい、それから無秩序なる追憶、4月の15日、今日はあんま口がうまく回らないので、4月15日から無秩序なる追憶、FF6 の戦いの記憶を挑戦することができます。また、4月の18日から FF6 イベント、花火師仲間の元へが復刻開催予定ですと。そして4月の22、幻影の宮殿、今回ジェクトだね。なので、FF10 シリーズの幻影の宮殿ということになります。そして今回の、この幻影宮殿の連動装備、ガチャに関しては注目の英雄ユーナ、ジェクト、シーモアということになっているので、まあこのラインナップでいうと2人召喚師で来ます。まあこのユーナとシーモアがね入ってるにも、まあこの後また出てくりますけど、理由がちゃんとあるのでね、うん、この後しっかり見ていきましょう。であとジェクトだよね。でジェクトの D 格については、ジェクト自体がシリーズ運用で強いような感じのキャラ、自分でクリリッツアップとかそういったの持ってて、自己バフ結構優秀なキャラで、魔法パとかにねポンと入れてていたとしてもちゃんと活躍できるようなキャラ、またアーロンとかね、ブラスカとかと組ませると、まあ一番うまいこと火力が出していけるようなキャラだったと思うんですが、ジェクトはまあ僕も思い入れでちょっと使いたい感じはあるよね、趣味パで使いたい感じはあるんですけど、まあ、実際どうかなって感じだよね。このガチャ回すかどうかってところなんだけど、まあ、ユーナ自体が FF10 のヒーラーになってるから、まあ、ユーナを揃えてて絶対損はないんだよね。どのダンジョンでも絶対使えるから、ヒーラーは。まあ、無駄じゃないんだけど、って感じだよね。で、シーマはもう確か、第二覚醒かな。シーモアのシンクロと第二覚醒割と強かった内容だった気がするんで、ちょっと D 格が楽しみではあるんだけど、闇魔法パーも結構あれだからね、その強いキャラいっぱい大勢いるからね、ちょっとそこの中でシーモアがどれぐらいの位置に食い込めるかっていうところがポイントで、それからシーモアが召喚キャラなので、まあこの後出てくるね、新しいジョブダンジョンでの活躍もまあ見込めるというところかな。はい、それから4月の25、移ろいし筆致拒絶、それから FF9 イベントが4月の30日から本当の自分を探しに、で今回のイベントはガーネットの記憶にフォーカスと、それから5月の2日、校内のイベント移ろいし筆致拒絶列、そしてラビリンスダンジョンシーズン5、これ最後だね、シーズン5最後として金曜だね、今週末に迷宮踏ん場 FF6 シリーズのボスということになります。でまあこれに伴ってですね、英雄神器に関しても FF6 シリーズに変わるということです。で内容はシャドウ、マッシュ、ゴゴ、モグ、モンブラン、ゴードン、セリス、フリオニール、フランと、まあ下のね3人に関しては英雄神器再登場ということになりますが、まあここでやっぱり一番のポイントとしてはモグだね。ようやくモグが来たかというところで、モグをね長らく待っていた方相当多いと思うんですね、僕も含めてね。やっぱり結構このモグに来てくれるっていうことは、まあいろいろ変わってくるよね。やっぱ火ダメも変わるし、英雄神器装備すると、ね、火ダメも変わってくるし、一応まあ本当にビビたるものだけど、そのモグのね出撃の回復量も多少変わってくるっていうところもあったりするから、まあモグの神器はね最優先で集めておいた方がいいでしょう。今後も間違いなくねモグ活躍するし、クリダンでもねやっぱモグ入れて戦えたりとかもするからね、
非常に便利キャラなので、モゲの神器は、まあ、最優先で集めていこうということですね。はい。で、まあ、あとは、まあ、シャドウとかも、まあ、闇チェーン役として結構優秀だし、で、あと、まあ、モンブランとかいらんけどね、モンブラン、ゴードンあたりは正直どうでもいいけど、これ言ってしまうとあれだけどね。はい。ということで、まあ、今回のラインナップで、やっぱ一番の目玉は、モグの英雄神器かなっていうところだね。はい。それから、4月の8日、ラビリンスダンジョン連動装備召喚ということで、こちら注目の英雄は、レオ将軍、ウーマロ・セッツァー。で、装備召喚のスタンプ33連目でティナのドレスレコード厳重の決闘が獲得できるということになっておりますが、このガチャさ、このガチャさ、マジで売る気ないよねこう言っちゃうんだけどさ、このラインナップさ、全然なんだろうな、本当に FF6 ガチで好きな人以外全然ピンとこないと思うんだよねこれ。まあなんだろう、 FF6 一応やったけど、あんまりシリーズ的に好きじゃないって人も当然いると思うんですよ。そもそも6自体がね、やったけど好きじゃないって人いると思うんだけど、そういった人だったらこのラインナップ見ても1ミリも惹かれる要素ないよねレオ将軍にウーマロにセッツァーかっていうね、っていうで FFRK 目線で見ても、まあレオ将軍ってフルバフができるよねみたいな、軽減バリア張れるよねみたいな、地属性のナイトアビキャラかうーんっていうぐらいだよね。別になんかそうなんだよ、地属性物理で言うとなんかね、もう火力枠で言うともうほとんどグラディオとガイのね、あのゴリラパーティーがマジで強いから、レオ将軍の付け入り隙がどうなのって感じあるからね。よっぽどまたレオ将軍が ATB 蓄積時間3回なしとか、まあそれケルガーと被っちゃうからな、ケルガーと被るんですよ ATB 3回なしだと。なんでレオ将軍はレッド13の物理版だね。一定時間 ATB が短縮するみたいな、 ATB ゲージ、 ATB 蓄積時間を短縮するみたいな効果がつかない限りは、まあ使わないかなって感じだよね。で、あと、ウーマロに関しては、まあ、ウーマロに関して喜ぶのは僕だけだと思うね。僕だけ。ウーマロ使い、ほんといないからね。ただ、ウーマロ入れても、ハリウはね、FF6 ハリウは24秒ぐらいで倒せたので、その24秒動画は確かアップしたと思うんだけど、D 角出ても、まあ、どうなのっていう。ただ、ウーマロちょっと気になるのが、いつもね、シンクロと覚醒で、アビリティバーサク、バーサクになっちゃって行動不能になる、操作不能になるんですけど、 D 角だとどうなるんだろうねっていうね、勝手にモード2とかになったらすげえ困っちゃうどうなんだろうね、 D 角のちょっと仕様が気になるわ、ウーマロに関してはね。多分また限界突破系のダメージ追加されるか、まあおそらく最近の流れで言うと、ベアトリックスとかアーロンとかね、もともと限界突破の専用アビー持ってたキャラが6回連続の普通の通常のね、攻撃の専用アビリティ実装されたりしてるっていう流れがあるので、多分ウーマロにも6回連続の専用アビリティ来んじゃないかなっていうところがある。ちょっと期待したい。うん。で、まあほんと D 角次第だよね。ほんと D 角はワンチャンぶっ壊れになる可能性もあるから。ただウーマロさ、ウーマロの使用上シンクロとか覚醒の併用ができないんですよこのキャラね。なので D 角を本当に強くしてくれないといまいちだよね。そう、併用ができないんだよウーマロって。そこが一番のネックなところでもあったので、なんかね、テコ入れしてほしいわウーマロ。なんか、まあ本当にマイナーキャラっていうだけで性能もマイナーにしなくてもいいと思うんで、本当に強くしてほしいです。あとセッツァーか、セッツァーはまあ一部のガチ勢、本当のタイムアタックとかしてるようなガチ勢が欲しがる性能だと思うんですけど、まあ、D 角でどうなるかだよね。どちらかっていうと物理補助系のキャラだと思うので、物理補助使いつつ闇属性デバフするみたいなキャラだと思うので、まあ、D 角でどうなるかだと思うんだけど、まあほんとちょっと気になるところだね。なんかバフがつくのか、それともなんかすごいデバフがつくのかみたいなところで、こっちもちょっとセッツァーの性能は気になるね。強いか弱いかはともかくね。はい。それから4月の8日、また今週末から異次元の放浪者、ギルガメッシュ、12ギルガメッシュだね。はい、こちらまだクリアされてない方は、クリアすることで、結晶水フラグメント、ネズミの尻尾等も獲得できますので、ぜひ頑張ってみてください。それから4月の15日、来週の金曜から、晩鐘の扉、
バハムート書いてバハムート霊式ですね。こちら氷属性が得意な英雄たちを編成したパーティーリーダムと有利になるダンジョンですということ。風属性氷弱点だね。そしてこの4月の15日連動装備召喚クリスタルダンジョン、そしてセリス、フリオニール、フランが実装予定ということです。セリスに関してはまあ今まだやってるで、レッツフェスの第5弾に聖属性の D 角入ってるので、こちらが第2 D 角、氷属性専門だね多分ね、氷属性専門の D 角が実装されるということです。でこの間セリスね、意外となんかねやっぱり強いわ今の環境だと。単純に生物リアタッカーが今相当少ないっていうところももちろんあるんだけど、装備がちゃんと揃ってたりすると強いね。レジマテとかでさ、ゲージ回収量を上げるやつとかあるじゃないですか。どれぐらいあれゲージ回収量上がる、エースストライカーと同じぐらい上がるのかなあれ。相当なんかね、エースストライカーと同じぐらい上がってるような感覚あったんだよね。この間初めて使ったんだけど。そう。なので、この氷属性セリスも意外と強いかもね。新奥義とかが やっぱ打ちやすい、いろんな必殺技を併用しやすいっていうメリットがあったりするから、まあちょっと気になるけどね、どうなるかは分かりませんが多分強そうな雰囲気はしてます。それからフリオニール、フリオニールは氷属性のシンクロがめちゃくちゃ強いんだよね。あれが意外とその使ってる方いないけど、あれがかなり強くて、でレジマテでもダメージアップ中華のレジマって確か持っていたと思うので、まあその辺も併用していくと火力が出せるんじゃないかなというところ。ただ、まあ一つ気がかりっていうのは、まああれだよね。シンクロアビリティが8回攻撃でちょっと倍率低いので、今のね、このバハムート回のスーパーカチカチ。スーパーカチカチタイムでもないのに超硬い。そもそもの素の防御力が超桁外れに高いみたいな。まあダメージ軽減率が高いのか防御力が高いのか知んないけど、っていうバハムート霊式3においてどれぐらいの火力が出せるかわからないけど、まあ D 角とシンクロ組み合わせたらめちゃめちゃ強そうだよねというところで、こちらまたD 角に期待したいところだね。はい。そしてあとフラン、フランは一応氷チェインも使えるし、であとデバフ、確定デバフできるんだよね。氷と雷のね、確定デバフできるんで、物理キャララグナとか持ってない方であればフランで活躍できると思うんで、そこら辺だよね。もう僕の場合だとこの間の年末のフェスでラグナの装備をねある程度揃えてしまったので、もう氷チェーン役はラグナ以外から揺らぐことはない。まあ一緒に使ったってもちろんいいんだけど、使うことはないんじゃないかなっていう印象があるので、まあどうなんでしょうねというところ。ただ逆にラグナ全く持ってなくてなぜかフランの装備揃ってきてますみたいな人も当然いらっしゃると思うんで、そういった方は結構狙い目なんじゃないかなというところだね。はい。で今回一応ね、魔法キャラ一切入っていない、ただ復刻枠でもしかしたら入ってるかもしれないけどね、これ名前が書いてないだけで、復刻枠でセブンとかそれからイゼルとかそういったのが入ってる可能性結構あったりするし、あと第2弾だよね、このガチャの、このガチャの第2弾で魔法キャラさすがに入ってきてると思うので、まあその辺にもね、魔法キャラ持ってない方は期待してもいいんじゃないかなと思います。はい。それからここ皆さんがね結構期待していたところだと思うんですが、クリスタルダンジョンに天命の扉が登場ということで、天命の扉って果たして何なのっていうと、これ一回ジョブダンジョンで出たよね、天命のなんちゃらみたいなイベント出たと思うんですけど、まあジョブダンジョンですよ、これが天命の追憶、クリスタルダンジョンで初となるジョブ軸のダンジョンです。今回追加される天命の追憶召喚師ではダンジョンの難易度を500、600、700の3つに分かれています。扉の奥で待ち受けるボスは天命謎の少女です。これは FF4 の G アフターのやつかな、多分忘れたけど。あと天命の強く召喚師は召喚師の英雄たちを編成したパーティーで挑むと有利になるダンジョンです。4月の27日より天命の扉の特設ページが公開予定です。詳細につきましてはそちらの特設ページをご覧くださいということで、まあ、こちらは多分ねいつもの普通のダンジョンと多分全然勝手が変わってくると思うんで、そもそもね、なので、まあ、この27日の特設ページ見ながらまた解説動画等も撮りたいなとは思っております。でこの天命の追憶召喚師に登場に合わせてクリスタルダンジョン連動装備召喚、そして召喚キャラのガチャが実装予定ということで、注目の英雄としてはリディア、ガーネット、ドクターモグ、ユーナということになっておりますが、リディアに関してはもう3つ目の D 角かな、これ聖属性の D 角でいいんじゃないかな。今まで水と地だよね確か、
水地の D 核だったと思うんで、まあ完全に生属性 D 核だね。まあ今の状態でも別に生属性運用できるんだけどね、地属性とかの D 核の後に生属性シンクロ打つだけの話なので、召喚覚醒だからね、リリアがもともとなので、後で生属性さえまとってしまえば、特にあの D 核はね、何属性でも関係なかったんですがね、まあここで生属性の D 核、まあちょっと性能気になるところだね。それからガーネット、ガーネットはもうあの最初の D 核出た時のフェスでもう D 核実装されてるんで、多分 D 核復刻っていうことになるのかな、復刻プラス何か新しい覚醒3とか LB チェーンか、普通に考えて LB チェーン、あれか、多分ジョブチェーン出るな、これ多分ガーネットにジョブチェーンが来るような気がしてきた、多分ね、多分で、あとユーナもまた入ってんだけど、ユーナさっきの FF10 ガチャにも入ってるから、 FF10 ガチャで D 格出して、こっちは多分ジョブ軸っぽいやつ出してくんのかな、なんかジョブ関連、召喚次ターン、次のターンに召喚士全員がもう一回放つとかさ、系のなんかジョブ軸のなんか大、次のユーナって覚醒何個出てんだユーナも覚醒いっぱい持ってるよね、第3なのか第4覚醒ぐらい出んのかな、で流れなのかな、多分ガーネットユーナそんな感じすんね、なんか、うん、ジョブの LB チェーンとかさ、ジョブ LB チェーンとか、あとジョブの星7チェーンとか、そういうの出してきそうだな、怖っ怖っ、そうだよね、この天命の扉ジョブ軸だからさ、これ絶対ジョブチェーン出してくるから、これ間違いなくここで出てくんな、多分ガーネットかユーナに初実装感出てきたな、これ。なるほどね。そういうことか。そういうことか。また新たなチェーン増えんのか。まあ別にフレンドチェインでも構わないと思うんだけどね、おそらくね。ハリウとかさ、クリダンもとりあえず全部あのフレンドのチェーンで勝てたからさ。まあ、今回も多分フレンドかリレーば勝てんじゃないっていう難易度で調整してくるとは思うけど、当然ね。このなんか絶対このガチャに入ってるチェーン使わないと勝てないとかだったらは絶対ないと思うから、さすがにゲームとしてそれはちょっとないと思うので、はい、ということですね。まあこちらもまあジョブダンジョンもちょっと期待したいところですが、まあ、召喚士自体は結構割といっぱいいるし、結構強めのキャラ多いので、まああんまり困んないと思うね。だからあえて最初はジョブを召喚士に選んだんだと思うんですけど、まあ今後が怖いね。物理ヘビーとかだったら結構地獄見ると思うんで、結構課金してるね人でさえも物理ヘビーは苦戦すると思われるので、きっとね。あとはまあこのジョブダンジョンのルールだね、前回の1回ジョブダンジョン出ましたけど、あれとはまたルール変わってきそうなところもあったりするので、うん、まあそうだね、27日を待ちましょうということだ。そして4月の30月末ラビリンスダンジョンシーズン6、5から切り替わりますので皆さん注意が必要ですと。でシーズン6、まず最初は迷宮聖地のガーディアン、これ FF10 シリーズのボスだね、あのザナルカンドにあのガガゼト山を抜けた直後の山の頂上っていうのかな、頂上ではないか、頂上ではないけどザナルカンドのもう入り口付近入り口付近に出てくるやつだね、こいつが出てくるということです。さらにシーズン6で新しい英雄神器、ユーナ、ジェクト、シームア、ラムザ、アグリアス、ようやくアグリアス来た、ラファ、エース、デュース、ケイト、これは結構熱いね、熱い。まあユーナとかはまあもちろんなんですけど、まあアグリアスでかいね、アグリアスとエース、デュース、ケイト、この辺も霊式キャラも結構熱いなと思う。エースが割とね火力が伸び悩むってところがあったから、これが嬉しいのと、あと個人的にケイトだね、ケイトが、まあ、今後のジョブダンジョンでも、キーパーソンになるんじゃないかなって気がしてるんで、気候士キャラの中では、ケイトが一番ジョブ軸向けに、まあ、調整されてる感じがあったんで、まあ、これは嬉しいかなというところだね。こちらは間違いなくゲットしていきましょう。それからここからアップデート情報。そう。これね、今回ね、FFRK レポートね、稀に見る神アップデが多い。まず一つ目。星六魔石絶無破竜ダンジョンがアップデート、4月の21日より星六魔石ダンジョンに登場する一部ボスの行動パターンを調整、一部アビリティの威力調整やパーティーを全滅させるアビリティの効果調整ということです。うん、星六魔石の、一部アビリティの威力調整、とんでもない威力とか
やってくるやつ、まあ例えばあれか、バルファーレのシューティングパワーとか、まあああいった大技とかかな、多分それの威力を、まあ、まず下げますというところ。それからパーティーを全滅させるアビリティの効果調整、これ全滅させる系のアビリティっていうと、まあ真っ先に思い浮かぶのがイフリートだよね。火柱を何も処理せずに特定の HP まで削り切っちゃうと、もう地獄の火炎で即死させられるっていうやつ。あとあれか、アレクサンダーかな、アレクサンダーの聖なる審判、まああれもなんか罪状最悪とかさそういうのをやると、あまりにも削りすぎちゃうと、まあそういった罪状が悪くなって即死攻撃、聖なる審判で即死みたいな感じのやつだよね。多分そういったものを、なんだろうな、多分前にあの純白オーディの調整されたみたいな感じだと思うんだよね。あの斬鉄剣、斬鉄剣3、あれ全滅する 100% 確定全滅じゃなくなったもんね、確かね。超ダメージとプラス行動キャンセルだっけ、そんな風に確か下方修正されたんで、おそらく、うん、聖なる審判とか、それから地獄の火炎ももうちょっと弱くなんじゃないかなと。踏みとどまるさえくっつけてれば死なないみたいな感じになるんじゃないかなとは思います。まあそうだね、まあライトユーザーの方向けだわ完全に。そして4月の28日より、絶務の破竜ダンジョンで登場する一部ボスの行動パターンを調整いたします。絶務では状態除根器を使用する頻度を減らす調整、これ減らしちゃったらさもう絶務といえばこの状態異常みたいなイメージあったから、あの敵によっては破竜よりもね絶務の方が厄介みたいなシリーズもあったから、それをまあ減らすってことだよね。で減らすといっても、ちょっと前にさ、チェーンにさ、新しいチェーンフレンドチェーン2ってやつでさ、状態異常バリア付与できるようになったから、あれだけでも相当な緩和だったんだよね。例えば FF10 の絶務進化とかも、多分序盤フェーズ1の8秒か7秒ぐらいで石化睨みとかしてきて、で行動あったよね。だとフェーズ2の頭でもまた石化にらみして特定のキャラが、まあ、固まっちゃうみたいなことあったんだけど、あれ状態上バリアで防げるようになっちゃったから、石化すらね防げるようになったからかなりぬるくなったんだよね。であとはまあ他のキャラで言うと13レインズか、絶務レインズとかもフェーズ2の 4ターン目ぐらいの行動かな、ダルが睡眠にするやつ、確か隊列忘れちゃったか、隊列1か5 のキャラを睡眠にさせるみたいな技とかも、あれもチェーンで防げるようになっちゃってたからね、めちゃくちゃ楽もともともうそんだけ楽にぬるゲーになってたのに、さらに減らすっていうね、これはもうライトユーザーの声聞きすぎって感じするけどね。もう今までのね、あの絶務とはもう一線を画すぐらいぬるゲーですよこれは。であと破竜、必殺ゲージを減少させるアビリティの使用頻度調整、パーティーを全滅させるアビリティの効果調整などを行います。これはあれだね、フェーズ2だね、主にフェーズ2だと思うけど、フェーズ2のあのメモリーバイトか、メモリーバイトだね。メモリーバイトの使用頻度調整ってことは、今までメモリーバイトってフェーズ2で2回、フェーズ3で1回、フェーズ3でもやってくるやついたよね、シリーズによってはね。だからああいったことがなくなるんじゃないかな。少なくとも多分フェーズ3からはメモリーバイト一切なくなりそうな気がするわ。で、どうなんだろうね。で、フェーズ2だと最初の時に隊列1から3番目のメモリーを食う、必殺ゲージ食うみたいなやつで、で、その後か、あのスフィアレイの後に来るメモリーバイトは4番と5番のやつを2ゲージずつ食うみたいなやつあったと思うけど、あれの頻度減らすってことはどっちかなくなるってことかな。だいぶまた攻略しやすくなっちゃうねめちゃめちゃぬるくなっちゃいそうなんだけど、ハリウッドはもうフェーズ2のあのヒストリアソウルモードだからね、ヒストリアソウルモードこそがハリウの真骨頂というかだったんだけどね。まあスーパーカチカチタイムももちろんあるけど、だいぶ難易度下がるなこれ、別ゲーになっちゃいそうな気がするわ。それから、英雄専用アビリティ解放条件なしで獲得可能にということで、これはねもっと早めにやってもよかったんじゃないかなっていうことで、まあ一応わからない人のために言うとね、これレコードボードっていうレジェンドダイブのさらにその先のね、あの星6フラグメントが必要なものがあって、英雄専用アビリティは基本そのレコードボードすべて
ほとんど全てだね、9割ぐらい解放しないとゲットできないような仕様になっていたんですけど、今後は星6フラグメントそんなに使わなくても英雄専用アビリティだけ取りたいっていうことができます。可能になる。もちろんただ今まで通り英雄専用アビリティを取るときのね、星6フラグメント30個ずつだったかな、30個ずつとアニマレンズ EX100 個は必要になりますので、うん、まあ逆に言うとそんだけでレコードボード一切開放してなくても取れるようになるので、初心者の方とかだとね、かなりやりやすい、遊びやすくなったんじゃないかなというところで、これはかなり神アップデートだと思います。それからこれね、これでけえわマジで。カイトの交換所にて過去シーズンの英雄陣が交換可能にということで、今回まあ4月28日月末からですね、過去のシーズンに登場して英雄陣技も交換可能になるということで、取り逃した陣技結構あれでしょう。僕もね、いや こいつの陣技絶対いんねえよなと思ってサボってたやつが、後々フェスかなんかでなんかすげえ出て、あー使ってみた動画やりたいのに英雄陣技がないやみたいな状態に陥るから、それがルビカンテだからルビカンテとかガイとかね、まさにそうだった。防具がなかったとかね、あとロックとかね、ロックもフェスでシンクロ2が出なかった時に腹いせで取んなかったんだよ。へっけっけ、どうせシンクロねえし、シンクロ2ねえし、ロック使わねえしつって、ロックサボってたら、まあめちゃめちゃ復刻するっていうね、ロックのシンクロ2がまあ今回も D 格出して、まあ結局出なかったけどさ、まあ、そういったことがあるから、取り逃してる方相当多いと思うんだよね。あと単純に新規勢の方とかね、そういった方にも優しい仕様ということ。ただね、これもやるんだったら検索機能とか必要だと思うんですよ。私英雄陣技何人いると思ってんのっていうね。英雄陣技って武器、防具、アクセで3つずつあるから、どんだけスクロールさせる気なのっていう感じするんだよね。このまま追加されるとなるとえぐいと思うんですよ。なのでちょっとこれと一緒に検索機能ぐらいさすがにそろそろつけてくれてもいいんじゃないですか FFRK さんって思っちゃうんだよね。他のゲーム見ちゃうとね、やっぱりね、パズドラとかさ、モンストのユーザーインターフェースすごいよ。モンストとパズドラはやっぱ売れてるゲームは違うんすなっていう感じよ。皆さんがね、モンストとパズドラやってるか分かりませんけど、やってる方ならすごい分かると思うんだよね。すごいよ、あれがユーザーインターフェースよっていう感じ。これ多分涙出ると思う。 FFRK しかやってない人がモンストとかパズドラ触るとマジかよみたいな。名前検索もできるし、スキル名でも検索できんのみたいな。だから FFRK で言うと、その装備名でも検索できるし、必殺技名でも検索できるみたいなことです。でもちろんソート機能もかなり充実してるからね。その上でまあそこまでしろとは言わないけど、もうちょっとやりやすい UI を期待したいところだ。はい、それから最後のアップデートとして、ラビリンスダンジョンにてウララの力の使用有無を選択可能にということで、こちら迷宮の回廊において戦いの絵画、堅牢の絵画で借りることができるウララの力ファブラガーディオン使用有無をコンフィム岩塩で選択するようできるようになりました。はい、ということで、まあすごい煩わしかった、これいらねえだろっていうね、特にオートでやってる時だとめちゃくちゃいらなかったウララの壁、ウララ壁がついに外すことができるということです。これは周回してる方ね、ラビダン律儀に周回してる方にとっては相当でかいと思う。まあ簡易探索税にはあんま関係ないところだと思うんだけど、まあでも新しいシーズンが追加されるたびね、確実に1回は通過しないといけないので、そのストレスが減るだけで相当精神衛生良くなると思います。これはもう1年前に実装してくれててもよかったんだぜっていう機能だけど、ありがとうございます。はい、それから装備召喚、ハッピーセレクション装備召喚ということで、こちら期間中軽減限定698ジェムで実行可能な11連レア装備召喚、18シリーズに分かれております。そしてピックアップされた英雄の覚醒奥義またはチェーン付き装備からおまけを1つ獲得できるよということになっているんで、まあ非常にまあこれもまたね、なんだっけ、ワンダーピックアップ、ワンダーと一緒にですね、シリーズが薄いところを引いていくと結構役に立つんじゃないかなと気がします。でおすすめ度は結構高いかな。持ってない人はね、全然装備揃ってない人ですよって人はいいと思う。ドリセレがね、やったって3000ジェムだからね、それを考えるとかなりお得だよね。ドリセレ1回で4回回せんだから、これ4つの覚醒もしくは4つのチェーンが手に入るわけだから相当でかいよね。はい、それから4月29日から5月15日まで約2週間、
魔石カルディア挑戦キャンペーンがいつも通り開催されるということで、こちらも皆さん頑張っていきましょう。それから、まあ、いつものキャンペーン、ツイッター投稿だったり、ノマダンスタハン、イサールの野菜獲得数2倍、春のログインボーナス等も始まっていく。そして最後に運営チームから皆様へありがたいお言葉ということで、ファイナルファンタジーレコードキーパーのバトルについて、運営レーターでお伝えさせていただきました通り、より多くの皆様にバトルを楽しんでいただけるようにするという方針に基づいて各種アップデートを実施しております。4月21日実施予定の英雄専用アビリティの開放条件削除は、戦力を整えやすくすることで気持ちよくバトルしていただけることを目指して実施いたします。おしろく魔石絶無破竜ダンジョンのアップデートは、長く運営させていただく中での高難易度化や仕様の複雑化によるバトルの敷居の高さを緩和、より挑戦しやすい状況を作ることを目的としております。今回のアップデート内容を ご活用いただき、これまでクリアできなかったものでいろいろなの、もちろんエンドコンテンツであるクリスタルダンジョンも引き続き開発してまいりますので、そちらもお楽しみにしていただけますと幸いですということで、これさ、まあ本当ね、まあわかるんだよ、運営さんがすごくその難易度に関してシビアに考えてるっていうね、ゲーム性とかもしっかり考えてるのわかるんだけど、正直バトルスピードさ、ウェイトモードでも1にできるようにしてくれないかなって思っちゃうんだよね。バハムート霊式戦とかでも難易度関係なく全てのダンジョンでバトルスピード1のウェイトモードを適用してほしいなって思っちゃうんだよね。だってほら、別に他の FF シリーズであるウェイトモード全然できるわけじゃん、全てのバトルからすると別にいいんじゃないって思っちゃうんだよね。で、一応前なんかウェイトモード1実装しない理由も生放送で言ってたと思うんだけど、そうすることによってウェイトモードのね、バトルスピード1でやってしまうと明らかに人間じゃ不可能なタイムが出てしまう。人間がバトルスピード1でアクティブでやった時のタイムとよりも明らかに有利になってしまう。要はユーザーが有利に動けてしまうので、それはできないと、ちょっとそれは無理よと。でところで、まあ、まずバトルスピード3から始まったウェイトモードなんだけど、まあ、バトルスピード3だとちょっと高難度厳しいかなみたいな話になって、じゃあちょっと譲歩してバトルスピード2にしましたよって、今ここまで来てるわけだよね。いや、いいんじゃないって思うんだよね、バトルスピード1で。で、結局、ウェイトモードか、そのアクティブ、選ぶのは結局ユーザーなわけで、別に絶対ウェイトモードなんか使わねえよって、カタクナの人も当然いるし、アクティブでやってこすでしょって人も当然いるから、別にそれだったらね、ウェイトモード使わなければいいだけの話で、こういうね、アップデートしてくれるのも非常にね、緩和、難易度緩和も重要だと思うんですけど、こういった、まあ、なんだろうな、ウェイトモードの緩和、もうしていいんじゃないのって思っちゃうよね。それだけで相当難易度変わってくると思うんですよ、正直。特に30秒切りとかね、そういったこと。あと、ゆっくり考えられる。その FFRK ってさ、まあいろいろギミックの複雑化とかも当然あるんだけど、その、あれ次の行動何だったっけみたいなやつと、あと、一手間違うだけ。あ、やべえ、さっき回復しとけばよかったとか、さっき必殺技使っとけばよかったみたいな、一手の店で全滅につながるとか、30秒切りできなくなるとか、そういったのが多いから、ゆっくり考える時間あってもよくないって思うんだよね、普通に。こんだけせかせかしてるゲームだからさ、その上でね、数々のギミックを考えて攻略していくわけだから、まあやってもいいと思うんだよねって思いましたといったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。